違うよ。そうそう、だからでもそのスキルがちょっと分からんのよ。立体で見てるやろ。はまたなんか変な切れ目みたいな。今大きな切れ見てるから、ね、まあ、あ今の一言をちょっとあの色紙に書いてもらってるの。立体で見てるやろ。名言は何なの。名言は終わりに一個いただきたいぐらい立体やろ。どういうこと。立体でしょ。まずちょっとプログラムで見るもんやから、はい、立体であんま見たくないのよ。DVD だけど違うんですか。そうそう、だから DVD だったりブランドとかこういうテレビで見る分にはいいんだけど、実際あってなんかずっと見るの高くねえなぁ。なんかだオフの瞬間も絶対見ちゃいけない定期ですから、ね、逆にそっちの方が見たいじゃん。いや、違うよ。アイドルの好きな人とかで絶対やっちゃいけない。僕はこの前あったけども、実はこんなとこだったよなんていうような下世話なこと言う人はもうアイドルじゃない。実在してない。そうそうそう。ぐらいの。どこに、どこに、あの、休みの日とかお店行きますか言われたら、表参道で、あの、カフェガレとか飲みに来ます。みたいなことを言ってくれる方がいい。修学旅行で、その、東京とか行ったら、この辺でカフェガレ飲んであるねって思いまそれを、吉野家で通常で食べてるとか言うたら、なんか、どこでもあるやろ。はいはい。それはちょっと違うね。想像したい。でも親近感湧きたくないわけですよね。そう。うん、これ神々しくなってほしいんだよ。こいつが置いておいてる。でもそのノリはいわゆるほんまに昭和のおっさんのノリやね。今のお前、今の若い男の子はそんな夢持ってないですよ。逆に焼き鳥屋さんに行きという方が親近感があって嬉しいっていう人が絶対多いです。親近感いらんよ。あれやろ、TK を実際にところに行ったらもうアイドル抱きたいやろ。アイドル、うん、抱きたいやる。抱きたいるチャンスがあったら抱きたい。どっち当たり前じゃないですか。それ誰もが思ってることでしょ。アイドルさんもそうでしょ。全然思えない。どこの対象なんですか。僕見て想像したいね。大丈夫。そのアイドルとどこで出会ってどこでデートしたいかなとか、デートしたのタコタコ想像してるでしょ。うん、デートするデートして振られんの。あ、振られるの。あ、連絡つけんねんみたいなところ。僕は妄想してデートしますね、やっぱり。ガッキーと箱根に行ったばっかりですから、ね、いつでも行けるよな。いつでも僕は本当にもうスケジュールパンパンですよ。山ちゃんはあのアイドルと付き合ってその時代はあのゴールしたいわけ。いや、ゴールっていうか、まあ、あの付き合うっていうなんか好きってことを言い合いたいところで言ってるから僕はまだちょっと甘いんだ。だって泊まりやもんな、箱根。箱根、いや、箱根着替えてるんだって。そうですよ。ガッキードラマ入ってんのすごいもう僕束縛したくないんですよ、あんまり。え？僕束縛したくない。仕事はしててほしいね。仕事してるとも好きになってます。リアルなんや。はい。急にやってたら、本当に信じられないような、聞いたことないような作家さんの絵の前で立ち止まってるガッキーを後ろから見てたいですよね。不感じゃうよ。横や。横や。横よ。なんでちょっと上から見ねえの。ここが同じだよべ。街頭で見てたい。あ、あって見たい。結構喋り込んでこういう展開になるところが乗っけたそうですね。こんなにギアがグッと上がったんですね。いや、やっぱもう、こういうのをしてくれってスタッフに言われたから、だから、そこ DKO が入って、よりマイルドにしといてや。なるほど、僕らはね。いや、これがちょっと続く感じでしょ。そうだ、今日は。うん。そこ分からへん、分からへんって言うてくれな。俺は分かってるから。なるほど。この日は、4個ぐらい今も分かってないよ、今。もう、こんだけですか。うん。どこだっけ、今。どこも分からんとこある。なぜ時間が変わるのかしら。もう分からへん。なんで泊まりで行かへんの。そこは、あんま想像したくないね。あと、あの、前の番組でなぜボビーオロゴン使ってんの。それを言ってもらえるよ。いや、ボビーオロゴンと。ボビーオロゴンとっていうのは一番あれって綺麗な言葉ですね。うん、なんかボビーの声やもんな、あれな。あれだね。正直ラジオにするとボビーのね、なんか良さひょっとしたらなくなっちゃうんじゃないかっていう。ひょっとしたらね。夢を今日の一回だけでフッとなくなっちゃうんじゃないかって。あ、ラジオでもボビーはボビーだと思いました。素晴らしすぎて。あのボビー面白いね。いろんな幅ありますね、アイドルさん。本当、あれじゃん。デッドラジオかね。アイドルからボードまで。もう、アイドルからボード。浜口がテレ朝っぽいやつやけど、俺毎日放送庫になってる。やめてみるよ。いや、これ、M 食ってたよ。頑張りましょう。頑張りましょう。どうなってるの？また、ガラッと変わってきます。ド M みたいなもんになってくるけど。今日の番組もやめない。ド M かな？あふられたいっていうことは。
それはもうご飯作ってもらったり、いや作れやね、作ってできたよって言ってあげる。そこも作ってあげる方にいますか。そうそうそう、わ僕だからまだあれなんですよ。僕はお弁当とか作ってもらってサンドイッチというジャンルなのに、えお前食パンだけじゃなくてクロワッサンをごまめが切って使ったりもするんだみたいな。誰がやってくれてんの。これですか。これ長田の感じでやってる。クロワッサン真ん中に切れ目入れてくるってことは、あ、今日休んでるなとか思いながら、やり慣れてるなー、やり慣れてるなー、そんな思いたい。ちょっと待ってってこうベランダにこうバジルとか行くとか。あ、自分ね、買わないんですよね。行けよ。まあ、ほんま俺先輩からな。気持ち悪い目でみんな。そういうの敏感やねんと。いやいや、もう、あの、気持ち悪いっていうか、気性いいですよ。確かに、言うなよ。会話中、お二人はずっと目がパチ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 ってこんなにね、ラジオやってる時に、相方と目合わせ回数を多いなんて、初めてですよ。もう大丈夫って言う。ほんとに、でも、なんかでもアイドルの話ばっかりしていいって聞いたんですよ。それはでしょ、天国。山ちゃんだからね。それ本当に僕も師匠の下で、弟子として修行していくっていうのを聞きます。どうしましょう。でもこうやってる時に僕らもその魅力に気づいて入り込んでいく可能性もありますよね。あ、いいんちゃう。それはいいんですか。どんどん入っていった方がいいと思うよ。昔はだってかなりそのアイドルっていうのは当たり前にね、うん、好きな一番好きなもんでしたから。そうそうそう。でいつまでも妹をずっとアイドル大好きやったんやもん。大好きでしたね。醤油代をかけてましたから。追っかけ、はい、その時は出したいと思ってた。その時は子供やし、あの出したいとかじゃなくて、ただ応援したいというのは、あのベスト10に入るために何万円買ったりとか、そうですね、レコードを買ったり、どうなんですか、追っかけとか、追っかけやったこと、追っかけは、もうそんな話しますね。あれ好きならば追っかけるんだけど、この時点で違うんかもな。あ、でも握手会は東京来てから行ったりしたことで、それは仕事かないんでしょう。うん、プライベートで。誰の時間、お引越しの。やる言ったから。でも仕事で一緒なら一緒じゃないですか。でもどんなのやろう、握手会って行ってみたいなって思ったら、堀越があの明日やってますよ、行くわ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 、名前言って、どこ行けへん、どこまで、あ、本当に来たんですかって、めっちゃびっくりされて。すげえなー。開始数分でも握手会という単語が出てきてますから、これはね、山ちゃんお願いします。はいはい、お願いされましたけども、何をお願いされたかよく分かってなかったですけど、あ、じゃあどんな番組か、この番組じゃ一言で言うとってね、決まってるんですけども、これはですね、おっさんの、おっさんによるおっさんのためのアイドル番組と。おそうですね、だいぶね、だいぶ斬新な輪郭だと思いましたけど、おっさんのおっさんによるおっさんとなれるんですよ。ですから、このおっさん4人がですね、朝の4時45分までアイドルに対する熱い思いを勝手気ままにしゃべりまくるということでございますから、演技は30代、切迫40代相当関係者に広い。4、5名でございますね。はい、うん、こんな感じの番組になると。じゃあそろそろ参りますか。で、参りますか。まだまだこれだまで熱い。どうも、南米キャンディーズの山里です。水球の木本です。水球の木下です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。すごいですね、あの結構滑走が長かったですね。普通はこっから始まるよね。そんな感じですよね。僕本当に毎週土曜日すげえ楽しみになりました。で、はい、でもこれ遅くない始まるの。確かに2時や。いやでもラジオで言ったらゴールデンタイムじゃないですか。2時とか2時から5時っていうのは。何で？いやそれ聞いたんじゃないの、ラジオのゴールデン。いやいや、やっぱりこのなんていうんですか、ティーンの若者たちが一番こう熱狂的にラジオを聞いてくれる時間って、僕は2時5時とかもう真剣に切りましたよね。マジで。はい、寝てたもん、その時間。でも入りやすい時間かもしれないですよね、この時間がね。そうで、この時間はもうパーソナリティの方が好き勝手言ってても、その好き勝手が聞きたいって人がいっぱいいる時間なんで、でも何でも喋っていいっていうこのノールールな感じがね。その上にこのルール、おっさんのおっさんによるおっさんのためのアイドル番組。これでもルール決めときましょうよ。それはほんまにもう何でしょう、
もう何でも言います？何でも言うよ。その分かりやすい説明してもらえません？え、どういうこと？いや、アイドルのさっきみたいに、うん、三次元で見てる野郎みたいな。うん、そうですそうです。でも、うん、じゃあ、一回分かんないときは、うん、意思表示してもらえれば僕は注釈入ります。でも、うん、これあの僕はよく分かりません。例えば最初になんてアイドルって誰なの？最初のそれで大体分かるんじゃないですか。最初僕広瀬。あら、遅くない？遅いよ。あら、あれすげえ遅いよ。学生の時なんか一切ハマってんよ。うわ、ありえへんだけどや。で、おにゃんことか好きでとかじゃないんですか？ええ、全然だから、おにゃんこもそんなに見てないね。で、なんで今までずっとなかったね、急に広瀬涼子ちゃんにどんどんハマった？東京に来だしてて、一人で住み出して、で、その時もずっとその彼女が欲しかったから、うん、で、ホットドッグ呼んで、なんかクリスマスは覚えて、と行けとか、一人暮らし入門とかいっぱい行けって、東京の聖書、そうそう、夏やったらここへ行けとか、夏までに体を作るって感じですみたいな、あったあった。って言っててんけど、声を呼んだところで俺、あえておれへんなって気づいて、うん、でも俺、芸能界に入ってるから、そういや、俺、芸能人、アイドル結婚する可能性一番高いよなって思って、テントったのがコムや。で、僕も毎週、はいはい、毎月か、まあ、読むなって読んで、うん、俺は誰と結婚するんやろうなって思って、うわ、あの最初は結構痛い、あれですね、始まりですね。本当になんか、大阪の松竹芸能養成所の時代は、はい、バイク乗った、うん、ちょっとかっこいい感じのキャラだったからね。そうですよ。ハイウェイトラボって、うん、後半に撮れたよ。いや、ギアなしの自転車乗ってほしかったです。お金もなかったよね。そういうイメージやん。